衝撃。スイフトスポーツ最終章。生産終了と、ファイナルエディションの全貌に迫る、ライトウェイトスポーツの終焉。スイフトスポーツが残した、20年の軌跡。スイフトスポーツの生産終了とその背景。鈴木のスイフトスポーツは、スポーツカーとしての性能と手頃な価格を兼ね備え、多くのファンに支持されてきました。しかし、最新情報によると、現行モデルで生産が終了することが濃厚となっています。このニュースは、長年スイスポを愛してきたファンにとって、大きな衝撃を与えています。1. スイフトスポーツの歴史と人気。初代スイフトスポーツが登場したのは、2003年、当時のスイフトをベースに、軽量なボディと高回転型エンジンを組み合わせ、ライトウェイトスポーツの新しい基準を築きました。その後、2代目以降も進化を遂げ、現行モデルである4代目 ZC33S 型ではターボエンジンを採用し、走行性能が大幅に向上しました。このモデルは最高出力140馬力、最大トルク 23.4kgm を発揮する 1.4 リットルターボエンジンを搭載。軽量な車体との組み合わせにより、パワーウェイトレシオが優れ、カーブでの安定感や加速性能が評価されてきました。さらに、車両重量 970kg という軽さが特徴で、コストパフォーマンスの高さからも多くの支持を集めました。現在でも、月間約1000台弱を販売する実績を維持しており、国内外で高い人気を誇るモデルです。2. 生産終了の理由と背景。スイフトスポーツのベース車両であるスイフトは、昨年フルモデルチェンジを実施、5代目に進化しました。しかし、スポーツモデルであるスイフトスポーツは、現行モデルの生産を継続しており、新型への移行が見送られている状況です。近年、電動化が加速しており、多くのメーカーがハイブリッドや電気自動車に注力しています。この流れの中で、純ガソリン車であるスイフトスポーツは、次世代規制や市場ニーズの変化に対応するための課題を抱えていたと考えられます。また、スポーツモデルは全体販売台数の3割を占める人気車種ですが、コスト効率や電動化への対応が求められる現代の自動車市場において、開発を継続する判断が難しかった可能性があります。3. 新型モデルが登場しない可能性。通常、スイフトスポーツはスイフトのフルモデルチェンジから1年前後で登場する傾向があります。しかし、現時点で新型スイフトスポーツの開発に関する情報はほとんどなく、スパイショットなどの開発車両の目撃情報も確認されていません。さらに、スズキの販売店でも新型スイスポに関する情報はないという回答が多く、新型モデルの開発が行われていない可能性が高い状況です。SNS 上での噂や、自動車メディアの報道では、開発が遅れている電動化対応のため、調整中などの憶測が飛び交っていますが、公式な発表がないため、その真偽は定かではありません。4. スイフトスポーツの重要性。スイフトスポーツは、低価格で手軽に楽しめるスポーツモデルとして、多くの若い世代にもアプローチしてきた車種です。この車が市場から消えることは、ライトウェイトスポーツというカテゴリー全体にとっても大きな損失となり得ます。スズキがスイフトスポーツの生産終了を決断した背景には多くの要因があると考えられますが、ファンの間では次世代モデルへの期待や何らかの形でスポーツカー文化を継承してほしいという声が根強くあります。スイフトスポーツが生産終了を迎える一方で、特別仕様車や将来的な再登場の可能性に期待が寄せられています。この車の歴史と魅力を改めて見直し、多くの人々に愛され続ける存在であり続けることを願っています。特別仕様ファイナルエディションの詳細予測。スイフトスポーツの生産終了に伴い、来月中旬に発表が予定されているファイナルエディションが大きな注目を集めています。この特別仕様車は、スイフトスポーツの最終章を飾る記念モデルとして、特別なデザインや仕様が施されると予想されます。ここでは、その可能性をさらに深掘りして考察します。1. 外装デザインの特別仕様。ファイナルエディションの外装には、スイフトスポーツらしさを際立たせる特別なデザインが採用されると考えられます。具体的には以下の要素が予想されます。専用ボディカラーは、特別仕様限定のカラーが登場する可能性が高いです。例えば、メタリックな特別色や、過去の人気の色を再現したものが選ばれるかもしれません。
専用ホイールデザインでは軽量かつスポーティなデザインのアルミホイールが装備され、ファイナルエディション専用ロゴが刻まれる可能性があります。記念バッジの追加としてフロントグリルやリアエンブレム付近にファイナルエディションを象徴する特別なバッジが追加されることが予想されます。これらの変更により他のスイフトスポーツと差別化が図られ、特別感が強調されるでしょう。2. インテリアの特別仕様。ファイナルエディションの内装は上質感とスポーティさを融合させたデザインになると予測されます。以下が予想されるポイントです。専用シートアルカンターラや本革を使用したシートに赤いステッチが施されたデザインが採用される可能性があります。ヘッドレストにはファイナルエディションの刺繍が入ることも考えられます。カーボン調のアクセントで、ダッシュボードやドアパネルにはカーボン調の加色が施され、特別感を演出するでしょう。記念プレートセンターコンソールやグローブボックス付近にシリアルナンバー入りの記念プレートが配置される可能性があります。これにより、オーナーが所有する1台が限定車であることを感じられるデザインになるでしょう。 3. パフォーマンスのアップグレード。特別仕様車として性能面でもいくつかの改良が施される可能性があります。以下のポイントが予想されます。エンジンチューニングは現行モデルが搭載する 1.4 リットルターボエンジンに対し、出力が10から20馬力ほど向上した仕様が採用される可能性があります。これにより最高出力が150から160馬力程度になるかもしれません。足回りの強化特別仕様としてサスペンションが再調整され、よりスポーティーなハンドリングを実現するチューニングが施される可能性があります。ブレーキ性能の向上として、ブレーキシステムに大型のブレンボ製キャリパーが採用されることで制動力がさらに向上するかもしれません。これらの改良によりスイフトスポーツの最終モデルにふさわしい走行性能が実現されることが期待されます。 4. 台数限定の希少性。ファイナルエディションの生産台数は7000から8000台と見込まれています。この数はスイフトスポーツが世界中で愛されていることを考慮すると比較的多めですが、それでも特別感を持たせるには十分な限定数です。予約販売や抽選販売が行われる可能性もあり、購入を希望する人は早めに情報収集をする必要があるでしょう。販売方法は限定モデルであるため、抽選販売や先着順販売が予想されます。販売店での予約が早期に終了することも考えられるため注意が必要です。価格予想現行モデルよりもやや高めに設定される可能性があります。例えばレースモデルの価格が200万円前後であることを考慮すると、特別仕様の価格は230万円から250万円程度になるかもしれません。 5. スイフトスポーツを超えた価値。ファイナルエディションは単なる特別仕様車にとどまらず、スイフトスポーツシリーズの20年以上にわたる歴史を象徴する記念碑的な存在となるでしょう。このモデルを手に入れることは単なるスポーツカーの所有ではなく、その歴史と文化を受け継ぐことを意味します。コレクターズアイテムとしての価値として、ファイナルエディションはその希少性から将来的にコレクターズアイテムとしての価値を持つ可能性があります。感情的な価値。スイフトスポーツを愛する人々にとって最後のモデルを所有することは特別な意味を持つでしょう。ファイナルエディションはスイフトスポーツシリーズの集大成として、その名にふさわしい特別仕様車になることが期待されます。外装、内装、パフォーマンス、そして希少性のすべてがこのモデルを特別な一台へと昇華させるでしょう。スイフトスポーツの未来と購入の選択肢。スイフトスポーツの生産終了に直面したファンにとって今後の選択肢は大きな関心事です。このセクションではスイフトスポーツの未来を見据えた上で、現行モデルや特別仕様車の購入戦略、そして後継モデルの可能性について深掘りします。 1. 現行スイフトスポーツを購入する選択肢。現行モデルの ZC33S 型スイフトスポーツは来年2月に生産終了となる予定です。このタイミングで購入を検討することは実用性と経済性を重視した選択肢となります。メリット。現行モデルは価格が比較的安定しており、在庫があれば即納車が可能です。ファイナルエディションと比較すると価格が抑えられる可能性が高く、長期間待つ必要もありません。また現行モデルの性能やデザインはすでに確立されており、
購入前に試乗やレビューを参考にすることができます。注意点、ファイナルエディションの登場後、現行モデルの在庫が早期に枯渇する可能性があります。さらにファイナルエディションの仕様が予想以上に魅力的だった場合、現行モデルを購入したことを後悔するリスクもあります。 2. ファイナルエディションを待つ選択肢。特別使用者であるファイナルエディションは Swift Sports の最終モデルとして特別な価値を持つ可能性があります。このモデルを待つことは Swift Sports の歴史を記念する選択肢となります。メリット、ファイナルエディションは特別なデザインや性能アップグレードが施される可能性が高く、Swift Sports の集大成として手に入れる価値があります。限定生産であるため希少性が高く、将来的にコレクターズアイテムとしての価値も期待できます。注意点、ファイナルエディションは価格が上昇する可能性があり、購入にはコスト面での負担が伴うことが予想されます。また予約販売や抽選販売の場合、購入の難易度が高くなる可能性もあります。 3. 新型 Swift MT モデルを検討する選択肢。 Swift の新型モデルにはマニュアルトランスミッション車が用意されています。このモデルを選択することは Swift の持つ実用性とマニュアル操作の楽しさを両立する選択肢となります。特徴と性能。新型 Swift MT は 1.2 リットル直列4気筒エンジンを搭載し、軽量な車体とマイルドハイブリッドシステムによる燃費性能が特徴です。車両重量は約 920kg と軽量であり、日常的な使い勝手を重視したスポーティーな選択肢となります。メリット、価格が比較的手頃で日常仕様に適した仕様です。 Swift Sports ほどのパワーはありませんが、軽量ボディとマニュアル操作の楽しさを体感できる点が魅力です。 4. Swift Sports 後継モデルの可能性を待つ選択肢。 Swift Sports の後継モデルが登場する可能性は完全に否定されていません。過去にはユーザーの声を受けてスズキが復活モデルを開発した例もあります。可能性の根拠、新型 Swift には MT モデルが設定されており、これは将来的なスポーツモデルの登場を示唆している可能性があります。また現在の市場トレンドを考慮すると、電動化を取り入れた新しい Swift Sports が開発される可能性もあります。長期的な期待、 Swift Sports が復活するには数年の時間がかかる可能性がありますが、ファンの支持と市場の需要があれば再びその名が蘇るかもしれません。 5. 中古車市場における Swift Sports の動向。 Swift Sports が生産終了となった後、中古車市場での価値がどのように変動するかも重要なポイントです。短期的な影響、ファイナルエディションの発表に伴い、現行モデルの中古車価格が一時的に高騰する可能性があります。特に低走行距離の良質な個体は人気が集中するでしょう。長期的な見通し、Swift Sports はすでに多くの台数が市場に流通しているため、大幅な価格高騰は起きにくいと予想されます。ただし、ファイナルエディションなどの限定モデルに関してはコレクターズアイテムとしての価値が高まり、中古市場でのプレミアム価格がつく可能性があります。 Swift Sports の生産終了は多くのファンにとって大きな節目となります。それぞれの選択肢を慎重に検討し、自分のライフスタイルや目的に合った車を見つけることが重要です。そして Swift Sports の未来がどのような形で続くのかを見守ることも、ファンとしての楽しみの一つと言えるでしょう。